ヘルムート・フェルマーはドイツの指揮者、音楽教師。1938年から1947年まで日本で活動した。ドレスデンに生まれる。1926年から1928年までザクセン国立管弦楽学校でクルト・シュトリーグラー2式と作曲をヘルマンド・ドレフスにピアノをアルフレート・シュピッツナーにビオーラを指持した。1933年に バイマルのドイツ国民劇場学長とアルテンブルクの死、劇場指揮者となる。1938年に来日し、同年4月から1945年8月まで東京音楽学校の講師となり、作曲、合唱、還元学を教える。1945年から武蔵野音楽学校の講師となったが、 アメリカ占領軍による在日ドイツ人追放のために1947年2月に連合軍軍世機のドイツに帰国した。帰国後はカッセル歌劇場学長及び合唱指揮者、ブッパータール私立歌劇場、第一指揮者、レムシャイト私立公共楽団指揮者などを歴任した。ありがとうございます。